カキンゲームズ。ハロー YouTube。ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。はい、今回のヒカクラは、スノーゴーレムの家を作りたいと思います。まあ、雪もね、取れるようになるし、スノーゴーレムがね、こう、雨とかで溶けない家みたいのを作りたいなと思ってたので、作ろうと思います。で、どこに作るかなんですが、あのね、ゾンビトラップの後ろ側に作りたいと思ってます。そう、なんかスペースがね、ポコッと空いてるんで、ちょっと寝てから行きましょう。よし、おはようございます。さあ、行きましょう。そう、ちょっとね、スペース探したんですけど、ポコッて空いてるのがね、そこくらいしかなくて、本当はこのモアイとかね、マーライオンの横に作りたかったんですけど、ちょっとね、何分スペースがほら、こんくらいしか空いてないんで、ここですね、ここ。ほら、さりげなくポコッて空いてるので、まずはちょっと松明取ります。よし、オッケー、取れた。ここにどう作るかだな。結構スペースが狭いんですよね。ちょっとスノーゴーレムの顔を見てみたいので、まず顔をね、出しましょう。こうでいいんだよね。あ、こうでいいのか。2段に、これでいいんだよね。せーの、ほい。おー、来た来た。あれ?あ、そっか。ハサミいるのか。ハサミで、この、あ、ちょ、雪敷いてる、雪敷いてる。ありがとうね。そうだ、忘れてた。そう、あの、カボチャをそういえばね、撮りたいんですよ、顔の。で、そのスノーゴーレムの素顔と同じようなこう何ルックスの建物にしたいんですよ。あれ?あったあった。ぶっ壊れそうなハサミだな。これでいいか。お、ちょっと移動してきてる。おーい、顔出して顔。さて、顔を見ていきましょう。しっかりこれで顔をね、研究して。せーの、ほい。この顔は、1,2,3,4,5,6,7,8 マスかける、1,2,3,4,5、あ、8×8 だね。8×8。あ、正方形なんで、全部 8×8 で、下が10って感じだね。OK! ってことは、10×10 で作りたいと思います。本物見て作れば完璧なんでね。うおー!かわいいねー。こっからでいいや、いきます。1、これ雪ブロックです。1,2,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 と。あ、いいね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 。ちょっとこれ雪取ろっか。雪いただきます。Thank you。で、ここのちょっと立地が悪いね。あの、ゾンビトラップの上なんで、うーって聞こえちゃうんで、ちょっと今日はね、楽しく行きたいので、声消しましょう。敵対的生物オフ。さよならゾンビボイス。よし。で、10×10 なんでこっちも行きます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 と。OKOKOK。で、床はなんかこう雪が積もってるのをわかるようにしたいので、あえて雪ブロックじゃないやつにしたいので、まあそれは後で決めようか。まず高さ10までやります。せーの。2,3,4,5,6,7,8,9,10。え?高くねえか?あ、こんなもんか。でかっ !1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。まあいいや、作っていきましょう。はい。だってこれね、これで4面あるから、あー、これ足りないな、絶対。だから、顔の部分も作れば、中で、あの、3階まで作れると思われますね、これ。いい建物できそうな気はする。で、なんかね、ちょっとガラス張りっぽくしたいんですよね。こう、中が見えるように。あ!っていうか、ガラス張りにするって言って思いっきしこっち面埋めちゃったわ。これ、無駄な作業しちゃったな。で、僕ちょっと心配になって調べたんですけど、雪ブロックは、あの、雨が降っても溶けないらしいですね。雪は。ね、スノーゴーレム溶けちゃうのにさ。よし。これで、オッケー。いやー、すごいね、これ。これすごいな。10×10 ですね、これ。でかいでかい。んで、まあ、ここが多分ドアになるでしょう。ほい。鎌倉じゃん、これ。巨大鎌倉だよ、これ。すごいね、これ。なんか、怖いね、ちょっと。さ、これ作っただけでもう一晩経っちゃった。おやすみ。オッケー。
さあ、雪だるまハウスの中を何のブロックにするかだね。石でもいいよね。雪がね、床に積もってるか積もってないかを見分けられればそれでいいんで、で、シャベルで掘れない方がいいので、まあ石でいっか。よし、レンガにしよう。石レンガ。ちょっと高級感漂うぜ。よし。あとガラスは透き通ったのと黒いのをね、こううまく使おうと思ってたんですけど、白いスモークみたいのかけたいな。どんくらい透けなくなるのかな、白くすると。僕これ全然作ったことないんで、染料でこうやってやるんだっけ。あ、違う。こう？あ、こうか。まあこれで作っちゃってもいいよね、全然ね。ほ。で、これを板ガラスにするんだよね。よし、これでいいのか。ほっ。オッケー。めっちゃできんな、これ。ちょっと作りすぎた。あ、ここ作るとこ間違ってる。ちょっと待って。マジか。うわ、最悪。これ間違えてる。もう一段後ろから作りたかったんで、作り直すか。オッケー。そう、もう一個後ろが良かったんですよ。うわー、ショックでけえ。あーまあまあ、すぐっしょ。雪ブロック柔らかいから、これすぐですよ。ちょっとレンガ引いちゃおうかな。レンガ引いちゃいます。かっこいい。ここにね、冷たい雪を積もらせてくれるわけですよ。レンガの上に。いいねー。ペイ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 。こっからですね、ガラスでここを折っていきましょう。おー、いいね、いい感じ。ちょっと薄く見える感じね、これ外から。白くこれ曇らせてよかった。ほっ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 。あ、いい感じ、いい感じ。後ろは、雪で覆っちゃいます。表だけにします、ガラスは。よし、やっと覆ったぜ。で、2階部分も、石レンガにするんで、これ石レンガで覆っていきます。いいね、いいね。石レンガで覆って、で、1個分ちっちゃくなるんですよね。この上に、雪だるまの頭の部分を置くんで、さあ、これ暗くなるぞ、マジで。敵湧いちゃうよー。エンドロッドとか、ジャックオランタンが一番雰囲気合うのかな、この中に。なんか、溶けないけど、松明だと。雪だるま溶けちゃいそうだよね。あと階段も持ってこなきゃだな、これ。よーし、こんな感じで今日は寝ましょう。変な敵が湧く前に。いや、だいぶいい感じになってきたんじゃないでしょうか。でっかいね、でっかいね。よし、おやすみさっさと寝よう。ピッ。一応ジャックオランタンと、あれも持っていくか。エンドロッド。エンディロッディ。エンディロッディはここ？あ、エンディロッディ。一応どっちが合うかね、試してみてって感じかな。まあ、松明でもいいんだけどね。1階が、ここまでが1階かな。ってことは、ここにも石レンガ置いちゃおっか。一番手前だけは白くしておきたいので、こっからにしとこっか。ふいふいふい。で、後で階段どっかにつけよう。後回し、後回し。3階建ての雪製造システムだぜ。んで、一応ね、見栄えを気にするので、ここは雪。おお、いいね、いいね。ガラスと繋がっていく感じが。あ、ほいの、ほいの、ほい。あ、ほいは、ほいで、ほいはこれ。ほいで、A が丸、C が丸、D が丸、A が丸。よし。で、エンドロッド。あ、いいね。エンドロッドでいっか。なんか綺麗だし。おお、綺麗綺麗。エンドロッド綺麗だぜ。よし。で、で、思ったのが、表向きにちょっとこう黒いガラスを入れたいんですよね、さりげなく。ど真ん中にっていうのも、雪だるまのボタン的な意味ですね。雪だるま一体作ろっか。もう一回顔を見せて、あべ、もう一回顔を見せて、チョッキンな。オッケー。あ、結構ボタンでかいんだな、これ。ちょっとグラデーションになってるけど、まあまあそこは気にせず、この黒色の色付きガラス、まあこれが一番濃いんだもんね、色ね。もうこっからってことか。あー、あ、こうなっちゃうのか、ガラスって。あー、これ誤算。これは誤算である。あ、出てったあ、あ、いい感じだ、いい感じだ。誤算じゃない、いい感じ。ありがとう、見してくれてここだけ後でね、黒い羊毛かなんかに変えたいと思います。で、1個開けて、ここも黒だね、多分。
よし。あ、いい感じ、いい感じ。ちょっと階段ブロックとか、あとスライムブロック持ってこようか。登り降りするのがちょっと大変でね。スライムブロッキ、スライムブロッキッキと、あとは階段。この階段にしよう。あとは、羊毛で、この色。似てる色。何色だろう。これだな。よし。ここを、この羊毛。あ、いいじゃん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 。いい色だ、いい色だ。で、おお中で作ってくれてる。あ、そうか、ここで取ればね。ここで取れば雪に困んないぞ。雪ブロックに。いいね、これ自給自足建築じゃん、これ。素晴らしい。うおー、ラッキー。やっぱ下これ石がいいね。掘れなくていい。あと雪が積もってる積もってないがしっかりこう色で見分けられるので、暗いブロックの方が良かったね、やっぱね。よし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 。で、階段はやっぱ僕、家の階段でここら辺に作りたいので、ごめんな。ここ階段作っちゃうわ。そうだね。ここでいいや。オッケー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 。ちょっと一回エンドロッド外して。オッケー。で、ここぶち抜く。ジャンピンピンピン、ジャンピンでピンピン、カンカンカン。湧いちゃったんだな、これ。暗いから。ほら。びっくりした。なんかかっこいい雪だるまだなと思ったら、お前。雪だるまじゃねえっていう。あ、足りてねえ。結局これミスってるわ。てか、上から作っていけばいいんだよね。こうなるってことだから。あ、オッケー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 。オッケー。こういうことだ。あ、うえ。おら、おら、オッケーオッケー、こういうことですね。で、2階。さあ、ガラス貼っていこう。ああ、いい感じ、いい感じ。これできてるよね、ちゃんと。そして、また湧いちゃうので、エンドロッドをこの辺にちゃんとね、刺しておきましょうね。設置設置。オッケー。じゃあ、次の階段はこっから作ろっか。この辺から行ければ大丈夫かな、多分。あ、いい感じじゃない？オッケーオッケー。お、ついにぶち抜けた。オッケー。やっと3階まで来たぞ。オッケー。ちょっと離れて見てみよっか。おぉ、なんか怖いな、この暗闇の背中。お、かわいい。よし、見てみましょう、せーの。てか、ガラスにしちゃうか。一番下の部分も。あそこだけちょっと変なんだよね、やっぱ。ここもガラスにしちゃおう。ほっほっほっ。羊毛せっかく持ってきたけど、ここはなんかガラスの方がいいね。オッケー。いい感じ。あ、戦ってる。なんかピュンピュン音すると思ったら、おお、ゾンビと。これでクリーパーって爆発する？嫌な予感、嫌な予感、やめてくれ。ちょっと待って、無駄な戦いしないで、マジで。やめて、やめて、やめて。来ないで、来ないで、来ないで。雪だるまと喧嘩になってさ、やめてくれ。雪だるまって爆発する？雪だるまに反応して。しない？まあ、ほっとくか。一番上のこの壁だけ作って寝ようかな。で、ここだな。ほっ。ほっ、ほっ。よし。これで、胴体の部分完成。さあ見てみましょう。どんな感じでしょうか。ドドン。素晴らしい。素晴らしい出来だ。いいね、いいね、いいね。おやすみ。で、最後残るは顔の部分ですね。顔の部分はガラス張りにしなくていいかな。屋上みたいな感じでね。中行ってみないとわかんないかもしんないけど。それでいいでしょう。はい、というわけで屋上は 8×8 なんで、また同じようにね、作っていきます。こうですね。ん？階段がこれうまくいかないじゃん、よく考えたら。あ、あそこでなんか雪合戦してんな。まあいいや、これしょうがないね。階段の位置変えるしかないわ。いやー、ちょっと誤算だったわ、これも。そして登れないじゃん、これじゃ階段。あ、どちらにせよこれダメだったね。え？あー、そっか、上がちっちゃくなるってことは、あれか、はしごにしよう。はい、はい、解決。ね、ちょっと階段だらけになっちゃって嫌なんで、
はしごにしましょう。そんなんだったらもう全部はしごでいいんじゃないのって話だけどね。そうする？そうだね、ちょっと階段がこれなんか目立つんで全部はしごにしちゃおっかね。ゴーレムたちが別に移動しなくてもいい気がするんで、結局かよっていうね。じゃあまあはしごはこの辺でいいよね。一番いつも僕は登るらへん。で、雪ブロックにはしごでくっつくよね。オッケー、いい子だいい子だ。一回これこのまま繋げちゃおっかね。一気にこうやってどこまでも行けるようにしちゃおう。はい、うお、埋まってる。え、あ、そっかそっか、そ、え、あ、あ、そっかそっかそっか、ダメだ。ってことはこここうやって一個膨らましたとこにはしごにしよっか。いや難しいねこれ、上がちっちゃくなんだもんね。だからこういうことかな。ここにはしごくっつけよう。ほい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 、これでオッケーだな。よし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 、ここもこうしていくと縮まるってことだな。よし、これで上これぶち抜けば、うおっとっとっと、よし、これだこれだ。でここ上閉じちゃって大丈夫。まだ雪合戦してんなあそこ。本当に弱いんだな雪玉って。雪玉でエンダードラゴン倒すとか言ったら何十時間かかるんだろうね。倒せないのかな。はい、8段作ります。よし、ここで閉じれば OK。 8段目、いや結構でかいなこれ。なんか中2階にしたくなっちゃう高さだねこれやっぱり。でギリギリこれ多分雪ブロック足りないね。足りないので中にゴーレム作って増やしてもらおっか。よし。増やしてちょうだい。オッケーオッケーオッケー。もううちのね、スノーゴーレムくんたちはこのかぼちゃなしでいきますから。かわいいね。ふいふい、チョッキンチョッキン。うおお、下覗いてたでしょ今。すげえこれ、え、マジこれ、え、あ、こんなんできんの。知らなかった、これやばいじゃん、こんなことできたんだ。マジか、こんな広くする必要とか全くないんだこれ。まあいいや。可愛いから許すわ。そっかそっか、固定させてこんな掘り方できるんだ。ショックだよこれは。これでここまで作っといてね。じゃあ上閉じちゃいます。ようやくだねこれ、いよいよ。いや相当でけえやこれ。だってほらもうこれ闘技場の上の天井の高さまで来てるもん。これが雨で溶けないっていうのが素晴らしいよな。ただ待てよ、これあれだね、上に湧いちゃうよね敵。エンドロッドに頑張ってもらおう。ほ。これなんかなんか頭に毛生えてるみたいになっちゃうかなこれ。まあいっか。はい、オッケー、これで湧き潰しは完璧。たっか、ふっ、うはっ。あと顔だね最後、顔は寝てからやりましょう。あとドアか、ドアと階段。よし、いやほぼほぼ完成だね。いや中で動いてんのがなんか可愛いしね。おやすみー、何回寝てんだ。よし、白樺のドアとネザー水晶の階段って作れないのかな。これか、これ初めて作るな。これブロックにするには、あ、これだこれだよ、これでこうやってやんの。うわ高級階段じゃんこれ。うわネザー水晶ってかっこいいな。よし行こう、ラストスパート。まず階段をつけましょう。ほ、これでいいよね別にね。で白樺のドアで、よっ、え。ここじゃない、はっ、そっかこれドアじゃダメなのか、ガラスの横ってブロックがないときついのか。わかった、横から入る。どうでしょう、横から侵入する。それでいこう、もうここ閉めちゃって綺麗に。オッケーオッケーオッケー、侵入は横から。ここ入り口ね、ここ入り口で、ここにじゃあ階段つけて。
なんとこじんまりとした玄関なんだ。うわ、よし、こっから入ろう。オッケー。で、うん、いいね。うわ、すごい、全部埋まってる、雪で。完璧じゃん、君たち。で、こう登って、ここと。これ完璧。あ、お待たせ。よし、エンドロッドもこの辺につければいいっしょ、多分。まあ、上の方に、高いところにつけとけば湧かないでしょう。オッケー。で、最後はね、この顔作んなきゃ。あ、全部これ一段内側からあるんだな。オッケーオッケー。一番外側はなしで、ポン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 。オッケーオッケー。大体覚えた、大体覚えた。登りましょう。おらおらおら。まず、2段目の1、2、3、ここだな。よしよしよし。ここに、ここがこうで上がって2個。もうすごい近いから見えづらいよこれ。ここってことか。ここ、ここ。よしよしよし。こうこうだな。よし、口できてるはず、多分これ。あ、これで見ればいいか。あー、できてるできてる。ほら、こんな感じでしょ、口。で、あとは目が2つあるだけなんだよね、点があるだけ。失礼だけど、ここと、あとはここだ、多分ここ。ふい。さあ、降りて見てみよっか。降りて見てみよう。ほっほっほっ。あー。いや、多分完璧な作りになってると思う。さあ、行きますよ。スノーゴーレムの家まで3、2、1。ドドン。おお。いいねー、いいじゃんいいじゃん。手ないけどね。よく考えたら手がね。まあでも可愛いから手なくていいかな。うん、いやー、これでね、今後雪欲しくなったらここに来ればいいわけだからね。さあ、せっかくなんでね、2体くらい作っとこう。はい、オッケー。ちゃんと閉めとかないとどっか行っちゃうからな。よし、あと一番上。うわ、これ上の内側すごいな、これ。さ、君にも仲間を作ってあげようじゃないか。ほい、オッケーです。完璧完璧だ。あ、あとあれか、湧き潰ししなきゃだな、ここ。ここ湧き潰しもして、あ、いいねいいね。よし、完成したー。いやー、1時間くらいかかっちゃった。よし、またねー。あ、この辺暗。よし、完全にできた。オッケー、完璧。湧き潰しもできました。中にスノーゴーレムもね、見えてて可愛いですね。いやー、いいね。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた次回のヒカクラでお会いしましょう。バーイ。このヒカキンゲームズチャンネルをまだチャンネル登録お済みでないという方、ぜひぜひ登録お願いします。今スマートフォンからご覧の方は、この動画画面の下に見えるチャンネル登録ボタンを押すと登録できます。 PC タブレットからご覧の方は、動画画面内のこちら側に見える登録ボタンを押すと登録できますので、ぜひぜひお願いします。そして、私ヒカキンのマイクラ実況の再生リストのリンクを概要欄に載せておきますので、パート1から見たい方はぜひ。最後に、私ヒカキンの Twitter、LINE、Instagram、Vine、Facebook、ツイキャスなどのリンクも動画の概要欄に載せておきますので、よろしければフォローお待ちしております。バイ。